今日は「レイ」という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目は縦の中心の上の方、ここから左払いします。2画目、2画目は1画目のこの辺りに触れて右払いします。左払いと右払いはライン上に乗るように書いていきましょう。3画目、3画目はここにできた空間に点を入れましょう。4画目、4画目はこの辺りから横画からの左払いを書いて、書き終わりは縦の中心で終わるように書いていきましょう。5画目、5画目は4画目の払い終わりに点を書きます。ポイントとしては縦の中心を見ながら書いていきましょう。1画目の始まりも2画目の始まりも3画目も4画目の書き終わりも縦の中心を見ながら書いていきましょう。あとは1画目と2画目のこの山の中にすっぽりと3画目以降を入れて書いていきましょう。そうするとこういうひし形の中に書いていくことができます。